党の玉木代表が総理大臣になる可能性が高いの。これそもそも毎回の衆議院選挙の後、特別国会という集まりで、新しい総理大臣はこの人でいいですね、というね、採択があり、通常ね、自公が過半数を持っているので、自民党の総裁、つまり今でいう石破さんが総理大臣に任命されるわけですが、今回自公が過半数割れしてしまったので、このままじゃ野党の反対の票の方が多くなってしまい、政権運営すらできなくなるわけです。じゃあだからってなんで国民民主党の玉木さんが総理になる可能性が高いかっていうと、一つ目の理由が議席数でして、これまず今回自公で215席取っているので、政権運営が円滑にできる過半数に届くためにはあと18議席だけ足りないんですよね。だから18議席以上持っている政党で、なおかつ公約が少しでも自民党と近いところと連立したいと思っているので、そこで一番に名前が上がってくるのが28議席獲得した国民民主党なわけです。じゃあなんでそんな国民民主党の玉木代表が総理になる可能性が高いって言われてるかっていうと、これは妥協案だからと言われておりまして、あのね、そもそも自民党はね、本当は自分の党の総裁、つまり石破さんが総理のまま連立政権などを組みたいと考えておりますが、それではね、国民民主党が協力するはずがないわけじゃないです。事実今玉木代表は連立したくないと言ってるぐらいなんでね。だからこそそんな連立相手でも協力してくれるためには、一番の譲歩の交渉条件となる国民民主の代表に総理大臣の座は譲るので、ぜひとも連立参加してくださいということをね、条件に出すしかなく、そうすれば国民民主の掲げる政策実現の可能性っていうのも高まるし、逆に自民党は自らの与党としての地位っていうのは維持できるので、まあウィンウィンな関係になるわけです。しかしね、この連立政権っていうのは過去にも何度かありまして、そのほとんどが失敗してしまってるんですよ。で、その代表例っていうのが1993年に成立した日本新党の細川森博内閣でして、この時の内閣っていうのは自民党が過半数割れしたことで、非自民の勢力っていうのが集結して連立政権を樹立したという背景があるんですけど、その際非自民勢力をまとめるために当時日本新党の代表だった細川森博さんが首相に選ばれたわけですよ。しかしね、そんな細川内閣っていうのは自民党にただ反発した8党派のね、寄り合いでまあ構成されており、政治理念とか支持基盤っていうのが全く異なっていたので、意見の不一致っていうのがね、絶えず起きており、全然政策なんて決定しなかったので、支持率っていうのも当然どんどん落ちていってしまい、また政権運営のね、経験っていうのもほとんどなかったため、めちゃめちゃ短期間で政権崩壊に至ってしまったわけです。だからこそ連立政権っていうのはすごい難しいし、だからといって連立政権を組まないと、例えば立憲民主党に連立をね、組まれたりして自民党の政策がもっと通らなくなる可能性もあるので、今永田町でね、自民党を中心に何度も議論を重ね、11月の前半で行われるであろう特別国会に向けてぐらついてるわけです。さあ一体どうなるのでしょうか。こうした明日。